こんにちは、ばあばです。今日は折り紙1枚で簡単にできるよく飛ぶ紙飛行機の作り方をご紹介します。まっすぐ飛ぶというよりは、ふわふわと長い時間ゆったりと飛ぶ紙飛行機になります。では早速作っていきましょう。用意するのは15センチ四方の折り紙が1枚です。白の面を上にして縦半分に折り筋をつけます。下の縁をそれぞれ中心の縦の折り筋に合わせて折ります。下の角をこの色の境目の中心に合わせて折り上げます。裏返します。下の縁をそれぞれ中心の縦の折り筋に合わせて折ります。次はこの色の境目とこの中心の角を結ぶ位置で下の角を折り上げます。縦半分に折ります。この時ぴったり真半分に折るようにしてください。右側の縁を手前に向けます。次はこの角を下の角に合わせるように折り下げます。裏返してこちらでも同じようにこの角を下の角に合わせて折り下げます。ここでもぴったり真半分に折るようにしてください。次は下のこの角をここの角に合わせて折り上げます。裏返してこちらでも同じようにこの角をここの角に合わせて折り上げます。羽の部分を平らに広げます。そして左右の縁のところをこのように真上に立ち上げます。はい、これで完成です。まっすぐ正面に送り出すように飛ばしてみてください。この羽の角度によっても飛び方が微妙に変わってきます。たまに自分の方にくるっと戻ってくることもあったりします。ふわふわとゆったり飛ぶ滞空時間の長いこの紙飛行機、ぜひ楽しんでください。